開催中の村がないって言われた。開催中だからじゃない。ああ、そっか、開催してないからか。募集中だった。それ違う、多分違う村。違うところ入っちゃうところ。募集中の村っすね。ボケ取った。あかん。じゃあ始めますか。好きまで無理したけど、来てないか今。占いにいるからどういう風な回しになるか俺にもわからん。そうだね。面白。よし、焼きたてのパン届けるぞ。ないんだよな。焼きたてのポップコーンはいかが？あとは人狼は犠牲者決めてたら。どうしますじゃん。310にします？そうだね。第一犠牲者発見。第一犠牲者発見でん。お、何これ？15秒経ったら発見できないんだ。あれあれあのプギャー人狼会話してる最中のやつが残っちゃってたりとかした場合に15秒経ってないうちに投稿しちゃってあってなることがあったりするからそれ防止。このプギャー時代感じるな、ね、時代だね。プギャーは止まってるよね。アップデートされてないんだよなということは変わってない。ただそのね、教授がそろそろまともになんかやってほしいところでありますが、無料前です。あ、うん、占い師3人出てくるかもしれないけど、はい、310秒、はい、おららららら、あらららら ら, 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 ら、あれも分からんよ、2人とも死ぬの可能性あるから、結果をね、もう2人とも死ぬの可能性、ちょ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 、ちょっと占い3人出てきてるからね。待って待って、黎明さんのやつは村 B さんなのかな、村 B 10分黎明さんのやつは黎明さんのやつ村 B さんを占いましたってことかな。村 B さんしろ。ちょっと待って、じゃあ、うん、これ、黎明さんと村 B さんが。お互いで白出しちゃった。これは事故ですね。事故ですね。ああ、なるほど。あれ、なるとだ。じゃあ、とりあえず、黒か狐が出てるということだっけね、これは。そういうことですね。黒か狐にいるんじゃないの。だから、真、ね、強人、黒、占い。いや、占いが2位にいるから。ああ、まあ、そう、占い2なんだよ。お前や、はい、占い2いるから、可能性もあるから、もちろん1、2、1の可能性もある。そうですね。まあ、それはあるね。じゃあ、まあ、とりあえずは占い2いるかもしれないっていうことで、あ、まあ、でも、とりあえず人外はいると。はい、そうね。まあ、1人は絶対いますね。そうですね。で、さて、これで、まあ、これここちょっと黒と打ってるんだけど、俺をこの段階で釣るかどうかだよね、まずは。霊媒師が信用できるとかも怪しいからな、この手は。霊媒出てもらえ、出て進行やってもらいたいところではありますけどね、ただ。そうだね、カリウドいるしね。でもまあ、うん、今回は占い守んなくてもいいからね。うん、そう、占いが当てにならないからね、この手も。ただそうなってくると、うん、あの、霊媒も対抗は出る可能性があるから。うん、だから霊媒はやっぱ結果待ちの先行出るけど、潜伏でいいんじゃない？対抗出すぎちゃうと人狼が割れていくんですか、うん、そうね。だから多分下手には全ローラーとかになっちゃうかな。はい、いや、キツネいるからさ。ああ、もうキツネがでも打ち止めになるはずなんだよ、ローラーは。そうだね。で、ローラーしてる余裕はないからさすがに。確かに人数が少ないんだよね。うん、人数的にはローラーする余裕ないから。いなかったらここね、占い黒止めでもよかったんですけど、切っているからちょっとそれは無理ですね。あれ、新聞屋さんがいる。なんか新聞、なんかだってなんか、ね、ジャッジメントの確か新聞もありましたから。あ、そうなんだ。知らなかった。あ、一番重要な役職なんだ。新しいかも。ファインおるな。新しいかも。ちょっとファン屋の偽物がいる。おじさん。進行進まなくなっちゃうね。初日で黒を出す。まあ、とりあえずじゃあ、まあ、おじさんが黒を当てたとして、うん、で、黎明さん、村 B さんがお互い白出しして、じゃあ、お互いこの黎明さん、村 B さんだと、キツキツではないってことですよね。お互いキツでもなく、黒もないから、そういうことなんだよね、お互い、まあ、あって強靭という状況で。まあ、一応、黒黒同士で、その、タッグ組んだっていう線もなくはないけど、そんなすいやでもそうなると占いが潜伏してることになるから一人、うん、あお前や受けるあかまあ第一犠牲者が持っていったかの可能性あるけど、あそうじゃやっかけあるじゃん、まあでも二人出るかって想定して、そう二人出るのはちょっとリスクが高いと思うにっていう感じが、うん、そうしたら今度強靭何してんねんってな、そう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 、だから強靭は霊能で出ようとしてるのかなぐらいな感じになっちゃうから、逆に分かりやすいようにもう適当に黒打ちしたとかもあるかもしれない。うん、なるほど、まあ、別に俺釣ってくれても最悪いいよ、スムラだし、うん、いやでもこのルールのスムラ結構貴重よ、うん、
まあ貴重だけどね。そう貴重だけど、ここであのいきなりローラー始めるのもあれかなっていう気もするし。そうね、だってそのうち 2が真の可能性の方がてか可能性があるから。ただその村B さんと黎明さんのお互い占いやってるから結果が何もないから。そうね、これ事故ってんだよな。ちょっと事故すぎるから、ね、あの、まあ、あまりにも情報が少なくって。ってことは占いは釣りたくなくて、なこの投票はスキップってことだね。スキップできない。スキップできないんだよね。ないない ない。あるわスキップ。あるわ。マジで？あるけど。でもスキップしたら、ね、このスキップってね違うよ。スキップは違うんだよ。あのスキップするとあのこの会議時間をスキップってだけになるから。ああ。一旦よろしくか。うん、なるほど。なるほど。これ以上会議することないからっていう。うん。釣りようがないんで、他の人たちがみんなグレーで、その今出てる情報がその風貌さんが、うん、黒だから黒だからよろしくって。ただ2人はこんな事故が起きてた。ただってだからまあ柱してもいいけど、柱っていうかまあ黒打ちされてるからって話だけど、ただまあ実際黎明さん村 B さん目線も持ちさんが、あ、じゃあ佐々木さんが黒はまあまあ多分あり得る話だって。あり得るかって言われんかったら全然分からん。第一犠牲者が霊能だった時にややっこくないでもさ、やばい。あと時間あが伸びてる。まあまあまあもうちょっと話せる。どうしますか。実際、うん、占い全目線ドアナキさん黒の可能性があり得ちゃうけど、でもなんか結構微妙っていう、それが売るのかっていうの。でもこれだって例えばじゃあ霊能の人が出たら逆に僕と霊能は信頼できるわけじゃないですか。うん、ただそれが出るかどうか。いやまあ霊能は語りの可能性があるから。そうだね、うん、そうだね。そうここでね誰かが曽我崎さんに黒出し白出してたらなんかそこをじゃあ釣ってってのでよかったの。いやグレーで色見れば。ましたね、って考えた時にじゃあ次どっちかがそのじゃあ霊能の人を占ったりすればいいんじゃないか。そろそろ決めないとまずいですよ、うん、いいよ俺釣れるし今回は俺釣っていいんじゃない。そうだね、今出てる情報やっちゃいますか。そうね、あのおじさんが死んだどうかが分かるかな。次に霊媒が死んでなければね。霊能が死んでてせあの出てこないか、それとも霊能が2人出てくるかでだいぶ行動変わってくるから。うん、じゃあまあ沢崎さんつってあここで1人で白霊能結果白ってなったらもうおじさんつろうって。そうですね、うん、この行動は僕にとってもリスクがあるので、逆にそれで黒って出たら、ね、もう落ちたら白やなってなって、はい、確定しちゃう。じゃあちょっと俺は村里のために落ちますよ。はい、まあ、あの俺のあの投票は気にしないでください。もうさ恨みな坂の坂恨みなんで。はい、はい、あと一人落ちた。まあそうでしょうね。そうでしょうね。どうかなー。じゃあってちょっとこの時間に飲み物を取りに行きたい。ああ、まあまあいけるんじゃない。最近ね。死んで戻ろう。これ帰ってきたら振動のパターンでは。その後ピオスの姿を見る者はいなかった。あれ誰か来たようだな。こんな時間に。やばい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 。ショットされるんじゃないか。誰か来たようだ。次は事故らんようにしたいね、レミさんね。そうね、事故するはない方がいいですよね。ねえ。まさか事故っちゃうとはな。まさかお互いにやるとはね。うん。あれも次、事故はないのか、占い先かぶることはあっても。なるほど。お互い占い師って分かったから。もう一回言っときます？せめてウォッチさん占って、だったら。あ、確かに。いや、でも、いやでも無意味やけど、白黒で分かれちゃったら。いや、普通にグレーやってなさいな。まあでも、霊媒が信じられんから、占い直すっていうのは、まあ、ありっちゃありなのかな。まあ、そこはまあ任せますかなって感じですね。ただ、これで2人揃ってね、ウォッチさんとかだったらちょっと。よし、人狼チャットするぞ。あ、じゃあ次はするか。よしよし。これでね、なんか白助とかしたら嫌だし。ガチだったら面白いな。どっちでしょうね。第一犠牲者がマジで何持ってったかなんだよな。霊媒って見れるよね、第一犠牲者も。
あ、そうなの？見えますね。あ、レバー、まあ、でも引いたことないからわかんない、うん、レバー私引いたけど見らんなかったよ。あ、本当？そうなんだ、うん、第一人者わかんない。うん、あくまでなんだろう、このこのメンバーしかわかんない。ドキドキするね。ドキドキ、 ドキドキやん。まあ、ドキドキさせる側なんだけど俺らは占うからそれは、まあ、それはそう。あなたの運命は、はいはい、お、チャローさんか。チャローさん地獄に落ちるわよ。落ちそう。チャローおじさん、チャローおじさん、怖すぎ。占い結果じゃあ320かな。はい、あ、20でいきましょう。20で、はい、あーよー、はい、解きます。じゃあそれまで美味しいパンでも食べますか。私はパンを届け続けます。じゃあパンを食べ続けます。パンを食べ続けます。むしゃ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 。人狼チャットにチャットを打ち続けます。むしゃむしゃむしゃ。人狼チャットないよ。ないないない。いや、ありますよ。はい、どうぞ。あら、ああ、そういうことか。レイメイさん、ちょっと。あれ、まだおじさんの結果しか来てないよ。あ、ってことは、もう村上さん、これはあれですね。なんかさ、あら、どっちか偽だ。ぐちゃぐちゃやね。村上さん。ってことは、あんた、あかんて。おじさんは死んでいいんじゃないのかな。いやー、おじさん死んでいいと思う。やったべ。ただ、そうなると、たまごさんを釣ると、キツネ勝ちになっちゃうんで。で、き、あ、まあ、あ、まあ、なんでもないです。はい。となると村人さんを占い師だよ。はい、占い師です。あの1日目も貼ってくれてるだけ。ああ、そういうことね。うん、あ、はい、そういうことね。あ、はい、そうです。了解です。となると狐さんは狐さんじゃない。とりあえずは村人さんの可能性は。とりあえずまあ狐探すとして、うん、話なんですよね。それぞれ占い先指定しとけば。まあ、ああ、おじさんの値が高いんなら、おじさんがそのまんま卵さんを占うにして、はい、はい、でそれやったら分かる。そうそう。で、でおじさんがそれで食われたら、もう卵さんも黒確定じゃないですか。えって、それ意味あります？と思ったんですけど。だって、まあ、白黒をはっきりと、あと、うん、村 B さんと黎明さんの立ち位置をはっきりさせる。そうそうそう。はあ。まあ狩人生きてる前提の話なんだけどね。うん、ただおじさんがそのまま食われたんならもう多分タモコさんがそのまま食いに行くって感じになるんで、タモコさん黒確定で、まあ、なんかそれ言ってしまったらなんか狼に合わせられそうな気がするんですけど、俺がそれをそう仕組まれそうな。まあ僕はね本物なんでね、黒はね分かってるんで。なるとキツネは確定になるのか。うん、とはどういうこと。え、黎明さん目線確定の俺をもう一回占って確定させるってことですか。うん、まあ、村上さんは。黎明さんの新占いが確定するからっていう話なんでしょ、はい、そうそう。ああ、はいですね。え、な、え、どういうこと？あの、村上さんと黎明さんの2人の、あの、真と偽をはっきりさせるために、ウォッチさんが卵さんを占えばいいんじゃないっていう話をして、うん、ああ、ウォッチさんは白なの？本当に確定なの？ウォッチさんはね、確定臭いけどね。言ってしまえば、それを合わせられそうだからわかんないっていうのが。まあこれもあれなんだよね、あの占いが2いる前提の話をしてるんだよね。確かに、うん、言ってしまえばだからそのね、あの空泣きさん違うか、なんでもない、空泣きさん関係ないわ。ただ僕的にはタモコさんを、まあ空泣きさんが黒だとして、タモコさんも黒で、タモコさんを捨ててしまうとキツネ勝ちになっちゃうんで、そう、まあどっちみちキツネ今から探さなくちゃいけなくて、うん、というかタマゴさんはあの村側かその人狼側かの二択しかないから、キツネを狙うんだったらタマゴさん釣りは今日はないよ。うん、まあキツネ候補はもうコブさんかタマゴさんしかないんだけど、それだと村人さんも強人の可能性はあるけん、例えばその占いにいる可能性もあるっちゃ占われないよ、うん、でその場合だと、いや村人さん最初に占ってるんで、だからその場合ウォッチさんしかキツネありえないねっていう、その村人さん黎明さん目線。ああ、そっか。あれ待って、初日ってウォッチさんしかないってことはない。ああ、うん、占い師の中でって言ったらそうそう、一番神明が高いのはウォッチさんだと思っている。で、うん、村人さんと黎明さんって初日お互い白なんだっけか。そうそう、これは事故で、ここで偽か真かになってるわけだから、うん、まあ言っても強人でしょう。強人ですね、うん、はい、うん、となると下さん、下おじさん含め4人が、まあおじさんが白キツネをもらっとる考え。おじさんはまあ釣り位置ではないから今日は。うん。とりあえず今浮いてるのがタームシさん、ピオスさん、ココさん。私は浮いてない、ね。
あ、そうか、そうか。みんなから言う新芽のウロチさんから白なんだったら。タモリさんがここさんと、ここさんがグレー。うん。カングレー。うん。はい、うん、そうですね。じゃあ、とりあえず、まあ、どっちかになっちゃったね、どっちかですね。だ、人柱になりますかね。俺の霊感、陽子には働かんからな。いやー、なるほどね。人柱になるのどうしましょう。僕はとりあえず卵さんを占いはしましょうか。白黒はっきりということで。そうですね。それならまあ僕が食われてもおちさんが食われたとしても、はい。でよ仮人。あ、そうです。あ、うん？あそう。おは。ああ。うーん。じゃあ分かった。はい。うん。ここさんを釣って。玉虫さん占い、あ、玉虫さん占っちゃいます？そうですね。どうかな、ちょっと。いや、あの場合自分はおっちさんを守ればいいですよね。うん、そうですね。で、俺が多分食われると思うんで、って感じかな。いや、多分自分が死ぬでしょ。死亡してる。ああ、そうか。ここさん釣り、卵さん占いかな。そうですね。あ、わかりました。ロッチさんが俺を占うんですね、これは。はい。はい、じゃあそれでいきましょう。はい。待って、じゃあその場合、村 B さん、黎明さんは誰を占うんです？そう、それは指定しておこう。俺はなら、そう、俺は玉虫さんを占う。一応、ああ、たん、え、た、あ、うん、さあ、ここさん、そう、普通のここさんだから、うん。例えば、ここで、例えばじゃあ、村 B さん、黎明さん、どっちかはピオスさんを占うとか。あ、そうですね。まあもう俺余るからピオスさんしか売らないんだけど、うん、とか、だからそれこそまあ一応ウォッチさんでもいいし、ピオ、あ、ピオ、ピオさんじゃない、まあタームシさんはもう売らなくて、タームシさんでもタマさん売らなくてもいいか、ウォッチさん、ウォッチさんも収穫しとくか、占いに黒いんのかな、どうなんだろう、ピオスさんとタームシさんをなんかこう村ビーさん、レイメンさんが占うっていうのがいいんじゃないかなと。いや、タマさんは多分ね食われる可能性高いけど、ウォッチさんの白格をしてもしときましょう。卵さんが食われる可能性が高い。タモムシさん。あ、びっくりした、びっくりした。そろそろ時間なので、投稿を投票しますよ。黎明さんは、お子さん大丈夫、何も言わなくて。うん、パンが届かなくなるよ。いや、じゃあ、CEO パンや。まあ、この感じ、霊能第一犠牲者っぽいな。その可能性ありますね。霊能が出てないから。霊能出てないですからね。霊能だったら2回目に言ってるかな。と思います。あと一人、はい。はい。とりあえず、カコさんに一人。うん、結局、黎明さん、村 B さんってどうなるんでしたっけ、占い先は。じゃあ、ピョスさんにするわ。はい。おじさんかな、まあ、これ、どうなんだろう、どうなるんだろう。待って、私の采配間違ってたら、ちょっと申し訳ないな。いや、僕はピオスさんを信じてますよ。ありがとう。やばい、これモツさん黒だったらどうしよう。トリッキーなことしてんなって感じだよな。まあでもそしたら多分黎明さんと村 B さんがさっき、うん、あの食い違うことはなかったと思うので。まあ確かにね。はい。うん、まあでも霊能出てこない時点で占いにいると思うんだよな。そうですね。その第一犠牲者って感じが。そっかそっか。はい、シャロさんが出る前に死んじゃった可能性は確かにそれはあるんだよな。シャロさんなんか結構静かだったからありえそうだったんだよな。ちょっと第一犠牲者キツネやったら面白いな。そのでか確かに、あ、でもないわ、食われんけど絶対。あ、そっか、第一犠牲者キツネはめっちゃ楽。でも犠牲者キツネないですからね、絶対食われないでしょキツネ。うん、ないですよ。だからあったらよかったなって。あ、まああったら楽ですもんね。キツネか狂人が出てるんだと思うんだよな。キツネが、ね、占い出るっていうのは意外とあり得る話なんで、うん、でも両白なんだよな。ここで話し合っちゃってんだよな。すいません、ちょっと黙ったんだけど。そっかそっか、ダメ、一応ダメか。ドキドキするね。ドキドキするね。ドキ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 するね。私マジで恋する5秒前。いやー、自分はもう死ぬでしょうけど。恋はハモった。
安定の安定じゃねえ。それ言われたらもうそう返すしかないっていう。いや占い師楽しいな、喋れるよたくさん。あ、喋れるぜ喋れるぜ。ネタ発言これで4回目なんですけどこれがね嘘かもしれないから本当か嘘か本当か、どっちなんだい、どっちなんだい。あれ、レイメイさんが死んどるよ。え、レイメイさん、レイメイさんが死んだ。さよなら、さよなら。確か。仲間虫さんかと思ってたんやけど、俺。いや、それ320。自分じゃなかったって。あ、俺が、俺がいる、俺はいるよ。あ、忘れ去られてる。さて、320でいきましょう。どうなんでしょうか、これは。黒で。ん？あ、タマゴさんは。ボッチさんは。お、あ、俺か。タマゴさんが人狼。ああ。ブラビーさんがタマゴさんに白打ってたんだよね。そうですね。で、とは偽で。ただ。どっちみち、ウォッチさん目線にしろ、村 B さん目線にしろ、俺釣れない状況になっちゃったんだ、余計にこれ。いや、村 B さんを釣って、ウォッチさんが玉虫さんを占ってもらって、あれ？そうですね。あれ、もしかして俺破綻した？破綻してるね。してる？破綻はしてないけど、限りなく2000に近いなと思ってる。そう、なぜか知らんけど、こうもうウォッチさんほぼ確定みたいになっちゃってるのが、なんか俺にとっては辛いっちゃ辛い。そうだね。そうなんだよ。なんで俺が、なんで白進行になったんだっけ？ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。ああ、そう。私は白だ。ご安心ください。だって全然。そう、まあ、体さんを初手に黒って言ってるだけっちゃだけなんだ。だけなんだよ。で言うて白要素薄くないっていうのはある。ちなみにこれじゃあさ、どっちも黎明さん占ってないっていうことでよろしいよね。ん、いや、え、もう俺はもともとタモリさんかピオスさんどっちかって話だったから。そうそうそう、いやそれで黎明さん占うのはウォッチさんだよ。うん、で俺だから黎明さん占うのはウォッチさん、ウォッチさんは卵さん占うって言ってた。そうそう、だからウォッチさんが だから誰も黎明さん占ってないっていうことでいいんですよね。そうだね。あ、じゃあ、いや、一応そのここで失礼なことを考えただけでご清聴いただこうか。白の候補の一番高い私のトークを聞いていただこう。はい、どうぞ。やばい、偽なの。よろしいですか。すいませんでした。すいません。本当すいません。はい、すいません。この、僕 あの出したのが、卵さん人狼でした。で、その前の、黎明さん出したのが、卵さん人狼じゃないですか。うん、で、黎明さんは村 B さん占って、村 B さんは黎明さんを第1回目に占いましたと。で、その時点で、まずこの村で生きてる、生きてて狐の可能性は僕の中ではになっちゃうんですよ。タマムシさんだけです。そう、占ってないからね、うん、はい、はい、で村人さんの可能性は、いや俺レイメイさんに占われてるから。はい、で僕がレイメイさんを信じられる理由は、これの1個前でレイメイさんが卵さんを黒出ししました。あれ、はい、ちょっと待てよ。はい、どうした。あ、ごめんなさい、なんでもないです、すいませんでした。あの、すいません、すいません、すごい自信満々になんか言って、ほんとすいません、なんか、うん、はい、あ、いい、いい、違う違う、私が今、まあでも、ウォッチさん、キツネがありえるかな。そのキツネにおいてはこれ、村 B さん、ウォッチさんどうだろう。村 B さん、ウォッチさんをお互い占うというのは、あー、クレバーで、だからそのじゃあ今話聞いてたら、まあ村 B さん目線タワムシさん黒ですね。うん、でウォッチさん目線白な、あ、じゃあウォッチさん目線はタワムシさんキツネなんですよね。あるなら、そのタワムシさんキツネの卵さんが黒です。で村 B さん目線もう一人誰なんですかね、その場合。村 B さん俺あるとしたらピオスさんか。俺犠牲者がどうだろう、空母黒引いてねって思うんだけど、黒だった犠牲者黒引いてねと。いや、いや、それはないです。初日犠牲者黒引くことはなくないはずなんで、多分この場合村 B さんの目線はタームスさんと
ピオスさんかな、じゃあ多分、まあ、ウォッチさんじゃあピオスさんです。一応、まあ、じゃあ、まあ、その一応ウォッチ様リエルとして、であウォッチ様でキツネだと思って、ちょっといいですか、ええ、もうちょっと、はい、もうちょっ と, ょっ と, ょっと、あはいどうぞ、でそのあの時間ないんで急いでください。はい、でウォッチ様目線、ターム下さんキツネがあって、まあ俺クロってなって、だからどっちにしろターム下さんを呼べせ釣れる位置かなって話。あのね、タマムシさんはね今日釣れませんね。ムラビーさん偽がね、私もうウォッチさんのことを信で置いてるんですね。ありがとうございます。なのでムラビーさんが偽なんですよ。だから次の日タマムシさん釣っちゃったらもう PP なんですね。え、強人じゃあだ。ムラビーさんが強人で卵さんが黒だから。だから卵さんを釣るしかないんだけど、これで狐が残ってたらちょっと、うん、いや村は勝ち目だ。いいですか、俺の、うん、俺の話、はい、なんか話2点3点するけど聞いてもらってよろしい、待って、タマムシさん最初に行こう。はい、村ビーさんは黎明さんに裏回れて白出したよね、うん、はい、強人は白なんですか。そうです、白です、白です、ですよね。じゃあ、はい、狐はないと、まあ、うん、黎明さんが本物だとしたら、まあ、狐は絶対ありえない、うん、ってことは、あとは黒の卵さんと偽の可能性高い村 B さんしか残ってないんじゃないかなと思うんですけど。うん。だから、まあ、卵さん釣ったらいいんじゃないですか。ちょっと待ってほしい。俺釣るの待ってほしい。それはちょっと。待って。だから、それは、キツネいない前提なのが、まずわかる。いや、キツネがいたらね、もう勝てないの、村。でも、俺一人で。いいですか、あのだっけ、強人は黒陣営ですよね。そうです。なので、ってことは黒黒で白白で狐1だったら、だからもう狐勝ちで終わってるんですよ。村人さん、だから花、あの、そう、ね、人狼が2で、村人陣営が2の場合が終わるだけで、強人なので村人さんがあったとしてもね。ああ、終わらないで。終わらない。さんが黒ってことはないの。おちさんがたまたま罰当てて狐で。それはあるだけど。って考えたら別にラストウルフでもおかしくない？じゃあその村 B さんが、ね、黒なの、あ、キツネなのもまたありえない話で、そのウォッチさんが死んだため、だから俺は村 B さんとウォッチさんお互い占ってほしいと思ってて、それは。今日誰を釣るの？え、だからその、パーミスさんが、パーミスさんがその村 B さん目線、ウォッチさん目線、どっちにしろ黒が、人外なのは。だから、時間がないんで、どれにしますか。パーミスさんでありだと思ってるって話。だからその、黎明さん死んだんですけど、さっきなんか黎明さん、パーミスさん占う言ってたんで、占われたくなくて殺したんじゃないかっていうのが。玉虫さんがね生きてるんだよね。黎明さんがその俺がさ結局どうなるんですって話ないですよ。話した時にその玉虫さん占いますって言ってたんで。おっさんどうします？20秒です。どうしましょう。なんかだから俺は投票しないと全然ないよ。玉虫さんに入れます。俺は孫さん入れます。ごめんなさい、これで違ったら早く、ね、頑張ったやばい。ごめん、頑張った。やった。あ、そうだよね。俺、レイミーさんに陽子出せば、え、陽子って言えばよかったね、レイミーさんに。いや、やっぱここさん陽子だよ、ね。陽子だったら俺占った時点で死んでるんで。あ、だからもう、あそこ紙で死んでるってことになってるのは。僕は紙で死にますから。それで、あと、ラスト最後は占うっていうのはおじさんですから。おじさんナイス。そうそう。だから、僕タモムシさんじゃなくておじさん占いますよって言って占って死んだんで。いや、最初にね、もう、佐々木さん、あちらしちゃったらきついんだ。バチクラ出てしまいました。当たりましたね。陽子が、占われた時も、あの、今のレイミーさんみたいな表示にはなる。そうそうそう、だから分かんないんですよ。あー、霊のおかげだ。あ、だからそう、そうだよね。だから俺、うんうん、俺がレイミーさん、陽子だったって言えばよかったんだよね、あそこで。あ、そうだね。そしたらもうちょっと生きてたよね。レイレイさん、陽子だったはね、通らない。うん、通らない。いや、一番最初に、白しか僕、白って言われたんで。うん、はい。そうじゃん、俺、白って出てたじゃん。そう。でもその時点に死んでない時点ではおかしかった。だからもう、村人さんが、俺、白って出してんじゃん。村人さんが自分、強人ってことをもう信用して、あの無理かな。強人はだって頭から入ってないから。そうそう。強人ってロールすると、ぼちさんと僕の占いの白角が決定してしまうんで。強人とも言えんかったしなって。強人って言ったらもう終わるから。そうですね。そうだね。だからあの村陣営はもうやっぱりこれで人狼しか残ってないってかけて卵さんに入れるしかなかったはずなんだよな。で、だからそこ村 B さんを切ってちょっと終わしたかったなっていうのが。うん。
でも確定だったら、さっきの黎明さんが占ったからないよねっていうのが信頼性が高いので黎明さんが真確で、だからそう、おっちさんと黎明さんがちょっと信頼すぎてるな。そうだね。そっか、占い師2位いたのが結局そうなんだよね。強かったっす。いや、2位は強いな。占いには強いな。でも結構最終盤面言ってたけどねそうだね、まあ、初手がね、俺ら事故ったからさ。そうだね。